ションがいろいろ増えてね、いいですよね。はい、で古川から始まります。途中出場の古川、初日からいきなりいいバッティングの姿を見せてましたからね、うん、はい、おー、グロイセンター前ー、いいじゃないですか、古川キャッチャーですね、キャッチャーです、はい、ものすごくいいですよ、バッティングはやはり ね、やっぱ体に振る力ありますんで、あるし、やっぱ軸もしっかりしてる、はい、でトップもしっかり取れて距離も取れてますからね、はい、キャッチャー陣の中で結構バッティングで売るみたいなものがね、それこそありましたもんね、今の一本で宇佐美がピリつくとかね、やっぱ宇佐美選手、伏見選手の方がどうしてもキャッチャーとしてはね、はい、技術も経験も上ですので、はい、やばいバッティングからアピールしていきたいですよね、はい、さあ江越、ちょっとここは伊藤さん、江越選手のいいところ見たいですね。いや、初球から行ってほしかったですね。初球からいや相当その制限かかってるんじゃないかな、引きつけろ制限、なるほど、あチーム的にってことですね、彼的に、彼に、はいはいはい、江越選手と新庄監督的にですよ、ね、そう第一打席はセカンドゴロ、ああ引っ張っていってセンターフライ、センターは坂口、いい捉え方してるけどな、1打席目も良かったですよね、うん、打ちに行かなくなった、はい、本当に自分の体の近いところで打つようになってる、変わりようはすごいですね、うん、だからあれはどうなんですか、意識はセンターあるいは右中間方向というイメージなんですか、いやそうですね、今の打ち方見てても、はい、はい、打ったのでもインコースボール球気味ですよね、ツーシームシュート系でしたよね、なんかもうどうしてもあの近めが多分好きなんでしょうね、うん、なのですごいこう引っ張ればもうどんだけでも反応しちゃうと思うので、はい、今みたいにちょっとのボールの、ね、ポイントを入れるようなね、この約束事をしてるんでしょうね、うん、はい、さあ1番の磯畑、第2打席は打ち上げてしまってショートフライでしたが、乗った、いい球、うん、に見えますが、うん、生ための課題はうの入るポイントが早い、早いです、はい、なのですごくバッターにボールを見せるのも早まってしまうんですよね、胸が早く見えるみたいな、そう、うん、だからさっきもセンター前の当たりもそうでしょ、いい球なんだけどもあれだけカッチン捉えられるかっていう話で、うん、一瞬開きが早いというより左手の折れが早いっていうかな、左上半身の折れが早い、それをみんな開きが早いって言うんですけど、うん、ボールが真ん中に吸い込まれる傾向があるんだ、はいはい、もっとゆったりと相手が不気味があるぐらいゆったりといてインパクトだけカチンと力入れるような投球になれば、このアームアングルはみんな嫌だと思うんだけどな、全部シャカリキに鼻息荒く夫婦行き過ぎなんですよね、もうここはしらーっとしてて、まだまだしらーっとしてて、しらーっとここだけセカンドはダメです、スタートを切ってました、差し込む、うん、そういうファールとか差し込むボンダが増えると思うんですよ、はい、もう左手の使い方が左下にゴーッと落ちますからね、うん、見てくださいね、左手がぐーってもう、あ、やっぱ早いわ、早い、正面向くのが、あ、なるほどね、うん、あれはやっぱりバッターがすごくボール見やすいですよ、うん、バッティングピッチャーの方にはこういう投げ方してくれっていうぐらいですからねなるほどね、はあ、打ちやすく気分よく、はいはいはい、打たせ屋ですから、はい、本当そうですよ、ね、加藤です、打たせ屋、打たせ屋、もうあのチームスタッフの矢野さんなんて打たせ屋のエキスパートですよ、はい、はい、相性のない方はおっぴろげ投法って言って もう胸ビラーンとおっぴろげてなるほどね、うん、全部腕見せて投げるんですよ、はい、天才ですよ、そうですよねまあ役割ってのありますからね、はい、さあ加藤は今日は2打席とも出塁しています、でも鶴尾さん、あの加藤選手のバッティングフォームっていうのはなんか独特ですね、
そうです、肘の位置とかね、絶対ポイント前に出したらダメですね、はい、ギリギリまで引きつけないとね、うん、全部あの落ち球とか抜かれた球を振っちゃいますね、はい、多分本人も分かってると思いますんで、うん、本当詰まってレフト前にね打てるような技術があるんだったら、うん、本当結構活躍すると思いますけどね、うん、ポイント前に置くとバットのヘッド操作難しい構えですもんね、うん、引きつけ引きつけですよ。おー、バット折れましたがライト前、ランナーは三塁を回る、バックホームはカット、うん、先制点が確認するんだ。おー、加藤のバット今日2安打目。いやー今素晴らしいバッティングでしたけど、今ちょっとヘッドスライジングした時に、ね、ちょっとドキッとしましたね、はい、人差し指骨折しますんで、ね、あ、そうですよね、はい、でもね、とっさに右手引っ込めた、ね、左手でいきましたね、うん、本当は右で行きたかったと思うよ、うん、いやでもしっかりバット折れたような音しましたけど、長田選手も、ね、悪くなかったですけどね、うん、無駄な動きがないからスッて出てきますね、やっぱり確かにね、だからインコース来てもあっち方面にも打てるっていうことですね、はいはい、やっぱりあのアメリカの速いボール強い球そうですよ、ね、やってたから、ね、力負けしないですよね。さあ松本剛、まあ、おそらくこういうバッティング見てたら各相手チームはアウトコース低めの変化球ガンガン来るでしょうね、はい、外外カーブ、うん、でそこからチェンジアップフォーク、うん、もうアウトコース低めに集めてきますよ、はいはいはい、そこでどんだけ我慢できるかですね、うんうんうん、一二塁間に持ってきました、うまい、いやー、伊藤さんも思わずうまいって、もうね、お手本のような1、2塁間、これ松郷ですね、さすがですね。で、ピッチャーでいうと、生為がなんでこのファーストスイングでカチンカチン捉えられるかっていうのは、うん、球を見せるのが早いから、はい、バッターが指導が間に合うんでしょうね、はいはい、なるほどね。うわ、右腰の前で打ってるもん、ですもんね、あんだけ引きつけて、ガンな、これもうバッテリーよ、これもう心折れるわ、これバッティングもう2アウトまたこぎつけてるんですが、連打で1点取りました、赤組。さあ野村、うん、まあ、単純に本当にブルペンでセットポジションで横向いている時間を長くする、そういう練習をするべきですよね。なるほどね、生田目はね、はい、うん、怪我明けてから体強いですからね、うん、肘で結構苦しんでたピッチャーですよね確か、はい、まあ、右バッターのインコースとか、ね、強いボールありますしね、球で抑えるんだけじゃなくて、タイミングいきなりクイックしたりとか、うん、長く持ったりとか、もうそういう、ね、タイミングを、ね、ずらすことも、ね、やっていった方がいいかもしれないですね。はい、なるほど。今なんかちょっとクイックで投げたら、今野村選手も全然合ってなかったのでね、うんうんうん、そういうのもした方がいいですね、はい、さあ追い込んでどう決めにいくか、アウトコースストレートできました。ボールでもみたいな雰囲気があったかもしれませんが、ストライクゾーンよぎってました。しかし5回の表、赤組が1点を先制しています。さあ加藤のタイムリーヒットが飛び出しました、この回。まあ、今年の新入団選手の中でいうと、これは非常にチームにとっても嬉しい本番ではないでしょうか、うん、ね、右手で帰りに行って左手でベースタッチ、まあ、まあどれぐらいやるのかな、あれぐらいやるだろうと鶴岡さんは思ったりもしている、周りの声もありましたけど、なんか形も現実もそういうのを見せてくれるようになってきましたね。そうです、あのやっぱ打つ方に関してはある程度ね、そこそこの成績出すのかなってなんかありますよね、はい、あとはこのポジションをどうやってはめ込んでいくかとかですね。あ、ポジションはね、はい。